元気が出る大チャンネル、大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。僕は今横浜桜木町みなとみらいに来ています。桜木町は桜の並木道が有名なんですね。後ろには観覧車、そしてインターコンチネンタルホテルも見えますね。ここは桜通り通路になっています。さあ見てください、目の前桜の木が、これは綺麗ですね。ほら見えますか、ほら満開ですね、咲き誇っていますね。この季節、春が来た、訪れ最高じゃないですか。ほら目が綺麗でしょ、ね、桜の木とランドマークタワー絵になりますね。さあこれから関東の有名な桜名所何か所か回りながら、皆さんと共にこの春を楽しく迎えたいと思っています。それでは最後までお付き合いください。桜最高、大チャンネル。以前大チャンネルで桜の撮影に行きました。花の種類のお話をしたり、桜にちなんだ歌をアカペラでたくさん歌ったりしましたね。今日は横浜からのスタートなんですけど、まずは綺麗ですね、ランドマークタワー。真下にいますが、ここも桜並木なんですね。綺麗ですね、素敵ですね。さあ桜にちなんだ歌、ずっと二人、あれ関係ないか、アカペラで歌います。お前お前お前ばかりを責めてるわけじゃないからね、だから泣かないでくれないか、俺も悪いとこあったさ、必ず夢は見せるからついてきてくれよ、ずっと俺についてきてくれよ、ずっと俺に。桜の名所、目黒川のほとりに来ました。池尻大橋です。綺麗ですね、今が満開だと思います。すごい、奥には首都高246号線が走っています。綺麗でしょ、今日はお天気も最高です。日頃の行いがいいんでしょうか、なんちゃって。すごいな、綺麗ですね。尽くしという感じですか。もう目黒川を覆いかぶさるかのように桜が重なって、桜のトンネルですね、綺麗です。気持ちがいい、町の至る所にイエラの桜、綺麗なピンクですね。すごい綺麗です。地元神奈川県を走っています。綺麗だねやっぱね。ああいいですね、でしょ、車からこう流しながら見るのもいいですね。いいよね、綺麗なレールを走ってる感じでね。この信号を曲がると、でーん桜並木、
当に綺麗だねこれね。おー、すごい。奥まで抜けてずっと桜が、これ気持ちいいね。気持ちいいですね。この季節ならではの春満満ですね。来たって感じだね。ずっと続いてるね。おー、綺麗。気持ちがいいよね。すごい綺麗ですね。まだまだ続く。すごいね、ここね。ここすごいわ。すごいよ、これね。ひたすらに桜並木。すごいね。桜。桜のトンネルって感じだね。トンネル。千葉県茂原市茂原公園に来ました。桜の名所として地元で有名です。わあ、すごい綺麗です。茂原公園の弁天湖、今日はいい天気です。お邪魔します。あ、カメ、コラボしてる。いるわ、いっぱいいる。こっち来てみる。こっち、こっち来て。埼玉県幸手市権現堂公園です。ソメイヨシノが千本という並木道、菜の花によく生えて綺麗でしょう。素敵な景色を撮りに来ました。気持ちいい。川崎の公園に来ています。綺麗な桜が一本満開に咲いていますが、ライトアップして夜桜になっています。すごい綺麗ですね。夜桜最高。以上、川崎からでした。都内で有数の上野公園、恩賜公園の桜を見に来ました。もうここはね、人が賑わっていますけど、目の前は上野駅です。すごい綺麗な桜がもね、見えますね。有名な提灯もありますね。さあ、少し歩いてみましょうか。好きなんだけど、お決まり、上野と言ったら最後のんですよね。最後は高森さん、あ、最後は照彦さんじゃなかったね。じゃんじゃん、すごい。満開。お堂の目の前には、これ珍しくないですか、これ。赤とピンクの2色、紛れもなく桜ですね。一瞬梅かと思いました。桜。あー、すごい。これで良かったです。上野からでした。ここは港区芝公園、増上寺の前に来ました。綺麗ですね。ちょっと行ってきましょうか。春ならではの景色ですね。よいしょ。あ、目の前に東京タワーなんですね。とても綺麗ですね。
以上です。よみうりランドに到着です。今から桜見てきます。すごい綺麗だね。まあすごいですね。もう今年はいっぱいなんか桜見ていいですね。これも読売ランドは桜の遊園地って言われるんだよね。ああ、そうなんですね。群馬県館林市鶴田川の踊りに来ました。橋の上から見る景色いいでしょう。綺麗な桜並木、そして目の前には鯉のぼりが映ってありますね。もう有名な市役所の目の前の観光名所なんですけどね。こっちもすごいよ。すごいじゃん。来い来い来い、すごいな。綺麗な桜並木、気持ちがいいです。以上、群馬県館林からお届けしました。埼玉岩槻の桜寺屋さんです。中の庭園が綺麗です。ライトアップして、今この時期の桜最高ですね。ねえ、綺麗でしょ。こっちもちょっとゆっくり歩いてみましょう。すごい綺麗だ。ライトアップするとね、夜桜やっぱ綺麗でね、いいよね。ああ、綺麗ですね。いいよね。ああ、そっちの外もすごい綺麗だ。おお、ね、すごい綺麗。桜寺屋さん、名前の通り素敵ですね。桜に囲まれている360度パノラマ桜っていう感じでしょうね。すごい綺麗ですね。いいでしょう。夜桜満喫しています。2022年の桜素敵ですよね。楽しんでいます。この手この手この手離すな、お前のその手引きながら共に笑って生きて行こうな。下り坂ありゃ上り坂、互いに背中を押しながら、お前と死ぬまでずっと二人、お前と死ぬまでずっと二人。夜桜をバックにずっと二人歌いました。利根川沿いの国体道路です。群馬県前橋に来ています。すごい綺麗だ。有名な桜並木でずっと続いています。すごい綺麗、満開。今から敷島公園に向かってみたいと思います。ああ綺麗ですね。これが前橋の敷島公園で有名なしだれ桜。ちょっと寄ってみたいな。敷島公園到着です。公園内は360度桜です。綺麗だ。前橋ブルース。すごい綺麗。ここら辺はしだれ桜ですね。わあ、綺麗。ねえ。すごい綺麗だ。吸い込まれていくような感じ。見えますか、これね。ほら。すごい。とっても綺麗だ。八王子農園です。桜満開っていう感じですね。今から行ってみたいと思います。八王子農園です。
2022年桜前線関東上陸ということで、今日はいくつか動画をまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。今日の最後は群馬県太田市八王子農園さんの庭園を見てみたいと思います。綺麗でしょ。桜がいっぱい咲いています。太田市八王子山、綺麗な薄いピンクが桜、いいですね。ソメイヨシノたくさん咲いています。桜の満開を見るともうこれ以上ないっていうぐらい幸せの至福を感じますね。桜を見ながら思うことは平和が一番だなと思いますね。以上、群馬県八王子山八王子農園さんの庭園をご覧いただきました。今日は最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。ついてきてくれ。この動画が良かったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。